前橋芸人オンザレディオ。この番組は日本トーター株式会社の提供でお送りします。前橋競輪オンザレディオをお聞きのリスナーの皆様、いかがお過ごしでしょうか。番組ナビゲーターの目崎のぞみです。この番組は競輪の魅力発信をコンセプトにお届けしています。なんと3年目に入りました。昨年度は前橋競輪に携わる方々にも新しい目線でお話を伺いました。またこの番組を通して競輪を身近に、より身近に感じていただけたら嬉しいです。では早速4月新年度最初のゲストをご紹介いたします。今月はとっても華やかで、そしてとても豪華な4名に来ていただきました。日本競輪選手会群馬支部から奥平彩乃選手、萩原瑞希選手、そして川内紗友希選手です。この3名は今年の3月に日本競輪選手養成所を卒業されたばかりなんです。つまりこれからデビュー戦を迎えるということで、皆様どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。はい、お願いします。まずは卒業おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、実はですね、この3名去年の3月にもこのラジオにご出演いただきまして、その時は養成所に入る直前だったので、これから始まる養成所がなんかどんなことになっていくのかね、そんな不安なども一緒に小林彩乃選手と一緒にお聞きしたんですよね。今はもうプロデビュー目前ということで、今日はですね、そんな3名のお話を伺っていこうと思うんですが、競輪のことをね、より知っている方にお越しいただこうと思って、私この方も呼んでしまいました。ガールズ116期の神澤明菜選手です。明菜、お久しぶりです。お久しぶりです。いやー、もう最多4回目の出場ですよ。はい、もう本当に出場じゃない、登場だ。思わずレースっぽく言ってしまったんですけど、しつこくてすみません。とんでもないですよ、本当にありがとうございます。ありがとうございます、こちらこそ。いや、どうですか、今日はデビュー控える3名と一緒ですけど。いや、なんか初々しくて本当に懐かしい気がします。まだ3年目なんですけど。懐かしい気がしますか。でもね、皆さんも今日はガールズのユニフォームを着ていらっしゃいますけれども、どうですか、そのユニフォームに袖を通してみて、川内さん。はい、夢だった競輪選手のユニフォームがついに着るときが来たんだって、すごいもう嬉しい気持ち、ちょっと緊張して。あ、緊張もなんだか1年前と全然ね、声も変わらず、すごいなんか可愛らしい感じで、なんか良かったなという思いもありますけど。全然子供で。だってまだね、19歳、はい、20歳になってね、19歳です。ですよね。1年前は制服でしたもんね。はい、制服でラジオ収録に行きました。そうですよね、はい、1年前は制服、1年後はユニフォームということで。奥平さん、お久しぶりです。久しぶりです。どうですか、ユニフォーム。緊張してます。そうですか、緊張してますか。はい、すごく皆さんお似合いですよ。ありがとうございます。はい、萩原さんもどうですか、1年経ってまたこの場所に。そうですね、はい、とても嬉しいです。やっとなんかプロになれたんだなっていうのが実感できるかな。そうですね、やっぱりね、プロしか着れないユニフォームですよね。はい、もうそれを着続けてもう3年目に入りますか、神奈川選手は。はい、はい、なんでそんなに言葉一つ一つを引き出そうと思いますので、ぜひ皆さん、たくさんのことを、この1年のお話や、神奈川選手もまた前回出演の時からのお話なんかもね、お聞きしていこうと思いますので、はい、ぜひ皆さんお楽しみに。また過去の放送につきましては、実は前橋競輪の公式 YouTube チャンネルから見ていただけますし、また皆さんのね、1年前の放送なども載っておりますので、ぜひ今から予習していただいて、今後の放送を聞くのもとても面白いと思いますので、ぜひ皆さんそちらの方もチェックしてみてください。それではまたお会いしましょう。目崎のぞみと神澤明菜と奥平彩乃と萩原瑞希と川内紗友希でした。この番組は日本トーター株式会社の提供でお送りしました。前橋競輪
オンザレディオ。この番組は日本トーター株式会社の提供でお送りします。競輪の魅力をお届けする前橋競輪オンザレディオの時間です。ナビゲーターの目崎のぞみです。今月のゲストはこの春日本競輪選手養成所を卒業しプロデビューを目前に控えました日本競輪選手会群馬支部奥平彩乃選手、萩原瑞希選手、川内佐伯選手にお越しいただいています。そして神澤明乃選手にもお越しいただいています。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。はい、前回の出演後からですね、それぞれ皆さん養成所での、まあ、神澤選手は、ね、違いますけれども、はい、で3名の方は養成所での生活が約1年あったと思うんですが、そのあたりのこの1年を振り返ってみてというのをですね、お話伺っていきたいと思います。この日本競輪選手養成所には5月11日に、はいはい、入所しました。入所しました。まずは入所してみて率直にどうでした？想像したのはもうずっと自転車と向き合って、うん、もう10ヶ月間頑張るぞって気持ちで入ったんですけど、いざ入ったら、はい、もうなんだもうそこまで自転車してなかった、うん、いやもう自転車すぎて、あ、自転車すぎたなるほど、そういうことですね、はい、びっくりしました。自分の予想以上に自転車生活だった。はい、すごい想像以上にきつかったです、うん、そうですか。今川内さんからきつかったっていうお話もありますけど、大変でしたねついていくので精一杯でした、うん、ついていくので精一杯なんかね、萩原さんは皆さんよりちょっと、はい、ね、早く、はい、4月に入って、はいで、はい、で事前研修みたいのを受けて、はい、で合流したって形ですね。じゃあもう事前に入ってお二人に、はい、いや来ない方がいいよとかもそういう連絡してもらっちゃったとかそういうのはないですか？もうお二人はもう今やってきてるんでもうへじゃないと思ってたんですけど、自分にとってはちょっときつかったそうでした、はい、全然違いますよね実際にね乗ってみて。何時間ぐらい訓練っていうんですか、やるんですか、一日の流れというか。一日の流れはその日によって違うんですけど、午前学科受けた後に午後訓練があったりとか、一日訓練あったりとか、学科っていうことも勉強もしてるっていうことですね。はい、勉強もしてました。だけではなくね、養成所生活ということで感染症のこともあったりとかそういったこともあると思うんですよね。何か違ったこととか。うん、そうですね、コロナになる前は日曜日外出とかがあったんですけど、うん、コロナにが流行ってからは外出とか禁止になって。あ、そうなんですね、はい、じゃあ外出全然できなかったってことですか？全く1年間出てないですね養成所から一歩も。はい、そうですね、一歩も皆さん、ね、だって生活でどうしてもやらないといけないこととかあるじゃないですか。例えば髪切るとか、はい、皆さんすごいおしゃれになりましたよねなんか1年経ってすごく華やかさがさらに増したというか。そういうのはどうしてたんですか？髪の毛は自分で切ったりとか友達に頼んで切ってもらったりとか同期同士でしてもらってましたね、うん、そうなんですか。神澤選手の時は訓練生みたいな学生が来て勝手に切ってました、うん、あ、美容師になりたての人とかが。そう、卵です、まだ全然。美容師の卵が来て、はい、皆さんの。そうです、切って勝手にお金請求して勝手に帰ってきましたでもそれもなかったってことですもんね。そうですね、だから違うんですね、やっぱり人ととにかくこう合わない、はい、っていうことをすごく徹底された。4月10日日曜日、ガーデン前橋2階のサテライト前橋にてデビュー目前3名のスペシャルトークショーがあります。詳しくは前橋競輪のホームページ、ツイッターをご覧ください。3選手に会えるチャンスです。この番組は日本トーター株式会社の提供でお送りしました。前橋競輪オンザレディオ。
この番組は日本トーター株式会社の提供でお送りします。前橋競輪オンザレディオナビゲーターの目崎のぞみです。今回は前回に引き続き神沢選手と一緒に奥平選手、萩原選手、川内選手に養成所生活について振り返っていただきました。そうです、はい、養成所内の人しかも10ヶ月間ほぼ会ってない。そうですか。じゃあもうね、神沢選手もね、最初の頃はすごい寂しくて、なんか電話口で泣いてましたなんていう、ね、話も。そうです、もう入校した当初からもうずっと毎日泣いてて、うん、もうずっと数えてたので日にちをえ、なんか川内さんも数えてたって。はい、うん、もう入所してからあと何日ってずっと数えて長い長い何百日もある。それがやっと今3月にね卒業されて、じゃあやっぱり長かった10ヶ月間ですかね。そう思うと、うん、いざ終わっちゃうと、終わったらあっという間って感じですけど、いた時は長いなって感じでしたね。卒業は見えなかったです。語る雰囲気がすごく本当に大変だったっていうのをね、すごく私も感じます。でもそんな中でも自転車に乗ることももちろんそうだと思うんですけど、さまざまなこう行事とかそういったこともあるっていうふうにお伺いしたんですけれども、何かこういうことがあって楽しかったとか、そんな思い出はありますか？入所してすぐに行動訓練大会がありましたね。行動訓練、はい、どんな訓練なんですか？行進とか行進右向き右とか揃って、はい、すごい、なんか2列になって 1,2,3 みたいな感じで数えて、天候とか、あと JIK 体操とか、どこが一番うまくできるか競い合う。そうです。JIK 体操はい、それなんかラジオ体操みたいな感じの、ラジオ体操のシンプル版みたいな。シンプル版ラジオ体操ですね。はい、どういうあれですか、まあ、動く動く感じですね。養成所の体操、養成所で決まった体操、そういうのがあるんですね。神田選手の時もあったんですか？ありました。多分同じだと思います。同じ言い方がちょっと変わっただけですね。そうなんですか。じゃあもう入ってすぐそんなのをやって、はい、もう皆さんとやっぱり息を合わせるっていうところからの生活のスタートだったわけですね。そうですね。他には何か行事とかありましたか？耐久訓練とか体育祭とか。体育祭、萩原さん、はい、すごく今笑顔になったんでいやすごい楽しかったなって思って。楽しかったですか？はい、何をやるんですか体育祭は？いろいろクイズやったり、クイズクイズやったり、うん、丸バツクイズですけど、丸バツクイズとか、まあ、シャトルリレーってあのバドミントンの、はい、あのシャ、うん、羽根ね、はい、を運ぶリレーとか、はい、いろいろやりました。それはチーム対抗とかですか？そうですね、東と西で分かれてチーム対抗で戦いました。皆さんは同じチームなんですか？はい、東で、はい、東で、あ、東 で、はい、勝ちましたか？勝ちました。あ、勝ちました、すがですそうですか。そんなこともやりながらの生活だったわけですね。うん、外との連絡手段とかはスマホ、まあ、2日に1回結びに公衆電話です今公衆電話使えない人が多いみたいでね。ああ、公衆電話なんだスマホじゃないんですね。日曜日の2時間だけは携帯使えたんですけど、はい、それ以外は公衆電話です。変な話、外に連絡取るときはもう決まっているから、あらかじめこう予定しておくみたいな感じですか？そうですね、そのグスビーとかに友達に日曜日電話しようとかちょっと約束したりとかする感じで、じゃあその友達も、じゃあ今さゆきちゃんと連絡取るにはこの日しかダメだっていうのを事前に伝えておこう。はい今週の日曜日は午前携帯だよみたいなそうなんだか、そんな連絡をしながらの生活だったわけですね。しかも外には出れないし、はい、そうですか。この番組は日本トーター株式会社の提供でお送りしました。前橋競輪オンザレディオ
この番組は日本トーター株式会社の提供でお送りします。今回は養成所生活パート3です。どうぞ。あとは何かこう養成所で楽しかった辛かったどんなことでもいいんですけど何かありますか？そうですね、楽しかったことは、うん、まあ仲いい子同士で一緒に DVD 見たりしていい休日過ごしたりしてましたね。いい休日過ごしたりね。ちなみに DVD は何系のものを？10枚まで持ってこれるんですけど、はい、それ見終わったらもうつまんなくなっちゃうんで、親とかに言ってどんどん新しいのを送ってもらったりしてて、はい、一番ハマったのは最近で言うと、うん、白杖ガールですか？白杖ガール なんて言う、私崎花が出てる、あそれです、それです、あそうです、ヤンキーくんと白杖ガールです。すごい外から助け舟もいただきながら。ヤンキーくんと白杖ガール、はい、じゃあドラマだから結構じゃあ長時間楽しめるわけですね。そうですね、映画よりドラマがいいです。そうです。1枚にいっぱい入ってるドラマとか送ってもらう人も多かったと。なるほど、そういうことですね。確かに DVD イコールちょっと映画っていうイメージありますけど、そっか、そんなドラマなども見ながら過ごしてたわけですね。テレビは見られるんですよね？テレビは見れるんですけど、やっぱ時間が決まってるんで、ドラマとかの9時から始まるドラマの間に点呼とかが入っちゃって最初から見れないとか。そう、これ結局全部見れない、一番いいところが見えなくてって感じですね。そっか、それだったらじゃあもう見なくていいやってなっちゃう、ね、なってます。そうか、そんな生活の中だったんですね。あれでも奥平さんって前に出ていただいた時ゲーム好きだっておっしゃってたじゃないですか。はい、ゲームももちろんできないんですもんね。ゲームはできるんですよ。できるんですか？はい、できたんですね。はい、じゃあそれはまだまだちょっと救いだったというか良かったところですかね。そうですね、良かったです。川内さんもね、毎日毎日あと何日卒業なんだかって数えてたっていうし、はい、で萩原さんもね、はい、何か養成所でこう1年経って変わったなって思うところとかあります？はい、一番目に見えて分かる体型ですかね、自分の体型か。でもシュッとしましたよね。自分は痩せました。なんか、はい、うん、なんか皆さん本当に顔つきとかもすごく引き締まった感じが最初こう久しぶりにお会いした時に思ったんですけど、やっぱり痩せたんですかね。そうですね、痩せましたね。それストレスじゃないですよね。いや、ちょっと入ってるかもしれない。でもね、大変な中でやっぱりね、どんどんやっぱり動いていくとね、もちろん体型もとかもね、はい、そういうのも変わっていきますよね。なんかこうしてすごい笑ってますけど。自分は太りました。全然そんな風に見えないんですけどね。一番太り、人生で一番太って帰ってきました。人生で一番太って。でも大丈夫ですよ皆さん、それだけね動いてれば。でも本当にこれからやっぱり選手としてなんかやっていくんだっていうような、なんか覚悟みたいなものもすごく皆さんの今聞いてるお話の中でも感じますし、やっぱりねこれからデビューを控えるっていうことでね、ちょっとね顔もこわばったりとかしてる部分もあるんですけれども、でもそんなね期待と不安なお話もまたこれからの放送で伺っていきたいと思います。ということでこの時間は養成所の1年間でのお話を皆さんに伺ってきました。それではまたお会いしましょう。目崎のぞみと本沢明菜と奥平彩乃と萩原瑞希と川内さゆきでした。気になる3選手のレース日程をお伝えしちゃいます。川内選手と萩原選手は4月30日から開催の松戸競輪場、そして奥平選手は5月7日から開催の松山競輪場で出場予定です。これは新人選手同士の競輪ルーキーシリーズ2022として6月まで行われます。新人選手の鍛え上げられた脚力と名前をいち早く覚えてもらうことを目的としたレースシリーズです。ぜひチェックしてみてください。この番組は日本トーター株式会社の提供でお送りしました。前橋競輪オンザレディオ、この番組は
日本トーター株式会社の提供でお送りします。競輪の魅力をお届けする前橋競輪オンザレディオの時間です。ナビゲーターの目崎のぞみです。今月のゲストはこの春日本競輪選手養成所を卒業しプロデビューを目前に控えた日本競輪選手会群馬支部奥平彩乃選手、萩原瑞希選手、川内紗友希選手にお越しいただいています。そして神澤明菜選手にもお越しいただいています。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回は神澤選手にお話を伺っていきたいと思います。はい、前回出演時から、実は前回出演時というのが2021年の9月に本田優選手と2人で、結構経つんですね。そうなんですよ、出ていただいて、はい、でももう半年以上か経ちましたけれども。そうですね、その時もねこのスタジオにお越しいただいて、はい、2人でね、なんかその時はいろいろと散策しながら帰ったそうですけど、はい、あれ楽しかったですか？楽しかったです本当に、はい、ね、前橋市内を散策して、はい、ね、帰ったなんていうのもね SNS などに載ってましたけれども、それから半年経ちまして、今日はこの3名と一緒ですけれども、実は神澤選手はもうガールズの他の群馬の選手と皆さんと一緒にラジオ出ていただいてますね。小林彩乃選手、いえ彩乃さんとは出たことないんです。彩乃選手だけ出てないのか。はい、ですか。でもね、皆さんとこんな風に話をしてるのは神澤選手だけなのでどうですか今3人を目の前にして。いや、先々週の放送でも話になったんですけど、うん、本当にもう第一印象で髪型が皆さん本当に伸びたなと思って羨ましいです本当に。でも神澤選手も今素敵な髪色じゃないですか。今はそうですね、うん、3年目なんでちょっと遊んでみましたこんな余裕も出るといいですね皆さんこんな風に今プロデビューをね目前に控えた皆さんと一緒に同じユニフォームに袖を通して、今どんな風に思いますか？いやー、なんか嬉しいですよね。本当に嬉しい、とにかく嬉しいです。そうですよね、この番組が始まった約3年前の始まって2人目のゲストだったんですよ、神澤選手が。はい、でその時はガールズの方が神澤選手とあと小林愛乃選手がちょっとね産休中だったので、はい、そうですね、実際ね1人だけだったんですよね。はい、その時から今もう4人5人、ね、どんどん増えていきますよね。そうですね本当に競争できるくらいにまで増えていったら嬉しいですね、うん、1レースできるくらい、はい、なんかさっきもね事前にお話伺ってると、やっぱり多い地域はそういうのがねできるぐらいやっぱりいるから、もっと増えたらいいななんてお話もしてましたよね。はい、で神澤選手と皆さんは練習で一緒だったりとか、まあ、一度だけ、うん、してます。バンクで、はい、一緒に練習させていただき皆さんから見て神澤選手はどんな方ですか？もう本当にプロ選手、なんか、うん、やっぱり養成所、まず養成所というか競輪学校を卒業したってことが、はい、うん、その養成所入ってる時卒業した人って本当にすごいなって思ってたんですけど、次は卒業してからはプロ選手って本当にすごいなってどんどん憧れな憧れですって。いやー、ちょっともう顔が赤いと思います顔も赤くなってます。萩原さん、奥田さん、どうですか？憧れですね、はい、そうですね、プロの世界で、うん、もう戦ってらっしゃるので、いやすごい尊敬しますね。神澤選手もいい背中見せられてるんじゃないですか？いや、そうなれるように、うん、そうですね群馬が私が一番若い気というか、うん、年配の逆だ納期になってしまったので、お手本じゃないですけど、そうなれればいいなと思います、うん、またね、これからも切磋琢磨しながら進んでいってほしいなと思います。それではまたお会いしましょう。目崎のぞみと神澤明菜と奥平彩乃と萩原瑞希と川内紗友希でした。この番組は日本トーター株式会社の提供でお送りしました。前橋競輪オンザレディオ、この番組は
日本トーター株式会社の提供でお送りします。競輪の魅力をお届けする前橋競輪オンザレディオの時間です。ナビゲーターの目崎のぞみです。今月のゲストはこの春日本競輪選手養成所を卒業しプロデビューを目前に控えました日本競輪選手会群馬支部奥平彩乃選手、萩原瑞希選手、川内紗友紀選手、そして関澤明菜選手にもお越しいただいています。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。前回は関澤選手どんな人ですかなんていうね、憧れですなんて嬉しい言葉もいただきましたけれども、関澤選手どうですか？いや嬉しいです本当に。でも嬉しいですよね、一緒に練習もできて。はい、はい、では今日はですね、実際に皆さんがプロとして走ることになるわけですけれども、皆さんが不安に思うこととか何か聞いてみたいことっていうのを関澤選手にお聞きしていきたいと思います。何かこう聞いてみたいことがある方とかいらっしゃいますか？はい、萩原選手、はい、どうぞ。すいません、はい、コロナ禍でやっぱ開催中とか、うん、まあ、普段の生活もそうなんですけど、まあ、変わったこととか、うん、聞いてみたいなって。養成所もかなり、ね、大変でしたもんね、はい、ので。実際のレースはどうだったんですか？自転車取りがレース、その同県同地区の方のレースがあると取りに行く、そういう仕事があるんですけど、はい、それが本当に一切中止というか禁止になってしまったので、はい、なんかあれですよね、挨拶をする機会が減ってしまったのがちょっとそこが大きいですかね。なるほど。そこで必ずこう顔を合わせることもあった。はい、お疲れ様でしたってやっぱり一言、そこはやっぱり大事なので、そこがご飯食べてる時とかそっちになってやっとお会いできて言えたりとか。じゃあ本当にそのレースの期間中もなるべく接触をしないような配慮がされてるっていうことなんですね。時間帯もご飯の時とか決まってる競輪場もあるので、うん、なかなか2日目で初めてお会いする人とかもいて申し訳ないですと思いながら、そうなんです。すごいなんか気を使ってますね。いや本当に結構いろんな意味で気使うようになっちゃいましたね、うん、コロナのおかげで。そうですか。無駄なことを減らしたいっていうところと、でもこれなくすとね、人との関わりがなくなってしまうとか、ちょっとそういうこうメリットデメリットもあると思うんですけど、でもそれがやはりこの中で大きく変わったことなんですかね。そうですね、うん、だそうです萩原さん。あ、聞けてよかったです。不安だったね。そうですよね。でも実際ね、3日ないし4日生活をまだねされたこともないですもんね。そうですね。逆に関澤選手からなんかデビューの頃ってこんなことしてたよみたいなお話とかあります？デビューの頃、はい、本当に右も左も分からなかったので控え室で、はい、私の自分の場所で正座して待ってました。足しびれちゃうんですか？大丈夫ですか？だその時も何も感じなかったです。緊張しすぎて。いやもうなんか本当にすぐ何かに対応できるように、イヤホンも何もせずにビデオも見ずに、うん、ずっと耳を澄ませてました。そうですか。はい、ではね、今はね、他の選手の方とか聞くとやっぱり DVD 持っていくとか音楽聞く用のものがあるとかいろいろ聞きますけども、デビューしたての頃はそんな余裕もなかったですかね？そうですね、本当にいろいろやる仕事がやっぱりあったので、忙しく一日一日終わってしまったので、レースのことは正直あまり覚えてないです。そうですか。でも逆に聞けて安心ですよね。そうです、ね、うん、先輩がいるといろいろ教えていただけるのですごい、うんうん、多分ですね。皆さんぜひですね、デビューした時にはいろいろとね、自分のことで精一杯でも大丈夫ということをお聞きできたので、自分のリラックスできる方法を探しながらぜひですね、デビューシーズンを迎えていただきたいと思います。ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。目崎のぞみと関澤明菜と奥平彩乃と萩原瑞希と川内紗友紀でした。この番組は日本トーター株式会社の提供でお送りしました。前橋競輪オンザレディオ、この番組は
日本トーター株式会社の提供でお送りします。競輪の魅力をお届けする前橋競輪オンザレディオの時間です。ナビゲーターの目崎のぞみです。今月のゲストはこの春日本競輪選手養成所を卒業しましてプロデビューを目前に控えました、こちらの3名をお迎えしています。日本競輪選手会群馬支部から奥平彩乃選手、萩原瑞希選手、そして川内紗友紀選手です。そして私の相棒神澤明菜選手にもお越しいただいています。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。すでに相棒としてしまいましたけれどもねラジオ4回目ですもんね。いえ光栄です、ありがとうございます。はい、もう今月の放送も残り2回となってしまいました。あっという間の4月だったんですけれども、もう今回と最終回は皆さんぜひプロデビューに向けての意気込みなどをお聞きしていきたいと思います。ではまず奥平選手からお聞きしていきましょう。奥平さん、はい、はい、今年度の目標でもいいですし目の前のレースとかそういうものでもいいのでぜひ目標教えてください。はい、今年度は、はい、とりあえず確定版に乗れるように頑張っていきたいと思います。確定版にやっぱりあの版に自分の番号名前が乗ると嬉しいですよね。はい、はい、その確定版を目指して頑張ってください。はい、ありがとうございます。何かこう欲しいものとかそういうものはないんですか？そうですね、はい、まあ、プレステ5とかも欲しいですけど最近ちょっと車とかも欲しいかなって思ってます。じゃあ車のためにぜひ怪我なく頑張ってください。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。では続きまして萩原選手いかがでしょうか？はい、今年はまあとにかく自分のプレースタイルを確立するっていうのが一つ、はい、目標ですね、はい、どんなレースになるのかっていうのがちょっと、まあ、見てるのとやるのじゃ多分感覚は多分違ってくると思うので、そうですよね、まあ、そことすり合わせて、はい、確立していけたらなって思います。すごい、なんか自分のプレースタイルより戦い方ってやつですよね。はい、うん、神澤選手そのあたりって自分がどういう風にやるのが多いなとかっていうのを気づいたのはどのくらい、いつ頃なんですか？気づいて、私学校の時に、うん、もうまくりっていうか専攻は無理だなと思って、あ、なんか なんていうんですかね、その踏む、うん、今踏む踏まない回すとかそれが本当にできなかったので適正でやっぱり入ってきて、そこが難点というか難しい、もっとやっとけばよかったなと思ったところだったので、うん、そうですね、なんか なかなか早めにそのプレースタイルというかそれは見つけた気がします、うん、そうなんですね、はい、やっぱ人それぞれなんですね。じゃあこの1年間の中で萩原選手も自分のプレースタイルをぜひ確立していって、はい、いいレースを私たちに見せてください。頑張ります。はい、ありがとうございます。この後はクオカードの告知のコーナーとなります。毎月恒例のクオカードプレゼントのお知らせです。今回はですねクオカードのみになりますが、こちらのクオカード5名様にプレゼントいたします。応募の詳細は前橋競輪のホームページまたは前橋シティ FM のホームページや各 SNS をチェックしてください。またゲストの皆さんへのメッセージなどもどうぞお待ちしております。応募の締め切りは4月30日の土曜日までとなります。また今プロデビューを目前に控えております皆様、そして神澤選手のレース情報におきましてはこちらは競輪.jp に最新情報が掲載されておりますので、そちらもぜひチェックしてみてください。ぜひ皆さんのデビューレースご注目ください。それではまたお会いしましょう。目崎のぞみと神澤明菜と奥平彩乃と萩原瑞希と川内紗友紀でした。競輪ルーキーシリーズ2022ついに始まります。なんだか私も緊張してきてしまいますが、皆さん一緒に応援していきましょう。ぜひご注目ください。この番組は日本トーター株式会社の提供でお送りしました。前橋競輪オンザレディオ。この番組は
日本トーター株式会社の提供でお送りします。競輪の魅力をお届けする前橋競輪オンザレディオの時間です。ナビゲーターの目崎のぞみです。今月のゲストはこの春日本競輪選手養成所を卒業してプロデビューを目前に控えました、こちらの3名をお迎えしています。日本競輪選手会群馬支部から奥平彩乃選手、萩原瑞希選手、そして川内佐伯選手です。そして神澤明奈選手にもお越しいただいています。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さてもう最終回となりました。4月も終わりになりますけれども、もう皆さんがね日程なども決まってドキドキしている頃だと思いますけれども、最終回は川内佐伯選手にプロデビューに向けての意気込み、そして神澤明奈選手からご自身の今後の目標、デビューを控えた3名へのエールなどもお伺いしていきたいと思います。ではまず川内選手からお願いします。今後の目標は最終目標というかすごい大きい目標になるんですけど、はい、地元で完全優勝することが一番の目標です。すごい地元で完全優勝できるかないやもう今からそんな目標を立てていたら必ずステップアップしていって、でも大きい目標になってしまうんですけど、大きい目標の方がいいかなってそうですね、素晴らしいです。でその瞬間を私もぜひ地元ということなので、目と鼻の先にね競輪場ありますので、私も行って応援に駆けつけたいと思います。お願いします。はい、ぜひ頑張ってくださいありがとうございます。では最後になりました、神澤選手、はい、この1ヶ月間本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、で今日はあの皆さん3人のお話を伺ったり、またそんなのをお聞きしながら神澤選手の今後の目標などもお聞きしていきたいと思います。はい、いつもやっぱり消極的な後ろにいて最後まくってっていうレースのパターンが多いので、やっぱり自分で動くっていうこともちょっと今最近し始めてるので、はい、そういうこともいろいろ戦法として自分で見つけていけるように頑張ります。はい、自分からどんどん攻めていくことも、はい、こう少しずつ取り入れながらということですね。はい、神澤選手ならできる気がします。いや頑張ります、本当にありがとうございます。いつも前を向いているね神澤選手。このねあのラジオに出るたびに変わってきているなっていうのも感じますし、なんかすごく嬉しいです。いやありがとうございます、はい、これからも頑張っていただきたいと思いますし、はい、また神澤選手からこのデビューを控えたサムへエールなどもお聞きしたいんですけれども、いかがでしょうか。いやなかなか私も本当に下の方のやっぱ選手なので大きいことは言えないんですけど、一生懸命群馬の同じなんていうんですかね、仲間と一致して、はい、でお互い切磋琢磨していきながらやっぱ一つでも多く勝って、やっぱ勝つそういう仕事なので、切磋琢磨していけたらなと思います。はい、どうですか皆さん、群馬強いねっていう声が一つでもなんか多く聞こえるといいですよね。そうですね、はい、なんか群馬強いよねってね、皆さんの名前がどんどん会場でこう盛り上げられる、うん、はい、頑張ります、はい、頑張ります。私も応援しております。皆様今後も頑張ってください。では毎月恒例になりましたQUOカードのプレゼントのお知らせさせていただきます。QUOカードを5名様にプレゼントいたします。応募の詳細は前橋競輪のホームページ、また前橋シティ FM のホームページ、各 SNS をチェックしてください。応募の締め切りは4月30日の土曜日となります。今月は養成所を卒業してこれからデビュー戦を迎えるお忙しい中、皆さんにお話を伺いました。バンクで皆さんが活躍する姿をとても楽しみにしていますし、また改めて神澤選手でも今日お会いできて本当に嬉しかったです。ありがとうございます。私も嬉しかったです、はい、もう引き続き私はあのデジタル横断幕を目の前に今デスク掲げておりますので引き続き応援していきたいと思います前橋競輪オンザレディオ、来月もお楽しみに。それではまたお会いしましょう。目崎のぞみと神澤明奈と奥平彩乃と萩原瑞希と川内佐伯でした。皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。この番組は日本トーター株式会社の提供でお送りしました。